あと5日。え、こ、あ、こういう感じ。すごい。あれ、これ考えた後寝落ちしてしまい朝になった。日付を確認する。8月26日。やっぱり違う。おーっと。会社には体調不良でしばらく出勤できそうにないと連絡を入れた。会社になんて言ってる場合じゃない。記憶通りなら、あ、ニオちゃんは今日ももう配信するはず。次の配信まで僕にできることはとにかく情報を集めることだ。ニオちゃんの書き込み、信じてたのに裏切られた。あれは誰のことだろう。そうだ、ニオちゃんはつぶやいたをやっている。ツイッターだね。BPEX。ツイート、リプライ、パフォ一覧などを遡ってみたが、これといった手がかりは得られなかった。今度はネット掲示板7チャンネルを見てみろ。空中バー、マイナー空中バー、大魔スレ、パート3、バーチャル空中バーについて語るスレ、15,852、バーチャル空中バー、中の人を語るスレ、転生パート9。企業でもない個人税、そして、いや、個人税なのか。そしてあまり有名ではないこともあり、ニアちゃんについての書き込みが自体が少ない。これも動画もなく、VTuber 同士の交流もほぼなかったため、他の VTuber には、話を聞くこともできない。情報が少なすぎる。ニアちゃんのファン、ニアラなら、ネットにない情報では何か知っているかもしれない。なんとか連絡が取れないだろうか。よくコメントを送っている人物を、なんとか太郎じゃない。そう、早太郎。デビューの動画から最新の動画まで一通りチェックを終える。よくコメントを送っているニアラ4人に連絡を取ってみることにした。誰にメッセージを送ろう。まあ早太郎かな。アニメキャラのアイコンが印象的な早太郎さん。いつも欠かさずコメントを流している常連だ。ニアちゃんのつぶやいたのフォロワーの中を探す。いた。ツイートを見てみるが、そのほとんどがリツイートだった。イラストが好きらしい。はじめまして、ニアラのファラムです。突然すみません。ニアちゃんについてちょっとお聞きしたいことがあるのですが、よし、あとは連絡を待つだけだ。誰にメッセージを送ろう。あ、じゃあもう気になってて、カタラーメンさんにメッセージを送ることはできないだろうか。ニアちゃんのデビュー動画から見返していた気づいたが、最初からずっと見守っているファンのようだ。ニアちゃんのつぶやいたのフォロワーの中を探していた。はじめまして、ニアラのファラムです。突然すみません。ニアちゃんについてちょっとお聞きしたいことがあるのですが、よし、あとは連絡を待つだけ。誰にメッセージを送ろう。もうこれ、田中さんにメッセージを送れないだろうか。以前、ニアちゃんと視聴者限定でのゲーム対戦をしていたことがあった気がする。だから連絡を取る手段はなさそうだ。マジか。猫子さん。おそらく猫のアイコンの猫子さん。今よく猫子さん。空中バーと同じアイコンでつぶやいたをやっているようだ。よし、メッセージを送ってみよう。はじめまして、ニアラのパラムです。突然すみません、ニアちゃんについてちょっとお聞きしたいことがあるのですが、よし、あとは連絡待つだけだ。はじめまして、猫、お、来た、返信が来た。ニアちゃんを助けたいんです。協力してくれませんか。しまった、焦っていきなり変なことを聞いてしまった。それから返信が来なくなってしまった。なんか最後にやった人が、猫子さんへのメッセージでの失敗に、悔やみながら情報収集を続けていること。すっかり外が暗くなってきた。そろそろニアちゃんの生配信が始まる時間だ。あと4日、あ、迫ってくる。お、配信だね。これはエイペックスだね。皆さんこんばんは。今夜です。バーチャル空中バーの春木毛ニアです。ニアラの皆さんも、はじめましての方もよろしくお願いします。今夜、お前ツイッター見ろ。お前らツイッター見ろ。あ、猫子さん、こんにちはです。今日は BPEX をやっていきたいと思います。前に見たときはゲームオーバー。でもゲームオーバーって任意の時に表示されるやつなんだよな。確かになかなかうまくいかなくてひたすらキルされて終わった回だったな。武器、武器これでいこっかな。キャラクター選択が終わり、ヘリから飛び立ったニアちゃんの舞台が着陸した。BBX は最近 VTuber たちがこぞって実況しているオンライン対戦のシューティングゲーム。マップに散らばるアイテムを回収しつつ、敵部隊と戦い、生き残ったチームが勝利だったら、まんまあれだけどね。行きます。カメラ銃のリロードに気をつけながら、順調に敵を撃っていく。車線切るよ、ちゃんと。
が物陰に隠れていた敵部隊が一斉に、あれか、漁夫だ。もう敵、もうちょっと待って、ちょっと、ゲームオーバー。終わった。かわいい。次行ける、次。アンチ確認大事。弾ないよ。この武器頑張って練習したのに。行け、おら、くらえ。ヤジャが必死に銃を構えながら戦っている。まあ、スパチャ、あちゃー。まあ、スパチャも遅れってことだよな。次は行ける。うまくなっているよ。次はいける。ブランドさん、ありがとう。頑張りまーす。それから、ニアちゃんは何度もキルされながら、ニアラーたちの応援コミュニティに励まされ、2時間近く戦場で戦い続けて、ランクアップした。おい、すげえじゃん。ここまで長かった。とっても長かった。ニアラーのみんな応援ありがとう。嬉しいよ。ではでは、今日はね、目標達成できましたので、ここでお別れということで、おめでとう。おめでとう。おつにや、皆さん、本当に長時間ありがとうでした。おつにや、おやすみ。配信の内容が大きく変化している。ではまた次の配信で、バイバイ。失礼じゃん。スタインズゲートじゃん。配信が終わった。内容が変わっている？見ていただけだった。前とは違う。8月31日、ニアちゃんが消えてしまう日までに、僕がニアちゃんを応援することで、運命を変えていることができるかもしれない！あと4日。消失って、朝になった。ニアちゃんを応援することにはどうすればいいか、夜通し考えていたせいで寝不足気味だ。残された時間はあと4日。今日はどうしようか。切り抜き動画を作る。でもまあつぶやいたを見る、まあ情報収集でしょ。どうしようか。まあ情報収集じゃない。何か新しい情報はないかな。改めて早太郎さんのツイートを遡るとニアちゃんのことを話しているものを見つけた。実はこの絵ね、ニアちゃんにちょっと似てる気がするな。あるイラストレーターのイラストとニアちゃんの雰囲気は、そいつじゃないの。正直僕にはよくわからない。ニアちゃんとこのイラスト何か関係があるのだろうか。お。つぶやいたから通知が来ていた。カタラーメンさんから返信が来ている。怪しまれないような、慎重なやり取りを重ね、なんと同じ隣に住んでいると判明し、直接会って話すことになると。すごいじゃん。やった。ニアラーから直接情報を得るチャンスだ。カタラーメンさん、そろそろニアちゃんの生配信が始まる時間だ。これ絶対ルート分岐あるだろうな。皆さんこんばんは、こんにゃです。はるきにゃです。今日もよろしくお願いします。こんにゃー、こんはる太郎、はや太郎さんね。皆さんこんにゃー、ありがとうございます。今日は、昨日に引き続き BPEX に挑戦なのですが、今回は視聴者の皆さんと一緒に頑張りたいと思います。今日は視聴者とチームを組む参加型配信だが、視聴者数が伸びないこともあり、あと一人がなかなか埋まらない。確か前に見た記憶では3人揃わず2人の出撃となっていた。参加してみようか。まあ、参加でしょう。よし。以上の BPX 明日配信を見て購入したが、ちなみにApex Legends は無料です。皆さん、ダウンロード、PC 版はね、揃った田中さん、バラムさん、よろしくお願いします。ヘリに乗った3人は戦場へ飛び立っていく。おし、頑張るぞ。兄ちゃんから離れてしまわないよう気をつけながら戦場をかける。若干ね、だからね、スナイパーとか持ってるんだったら、若干ね、離れながら、遠巻きに、どこに敵がいる、敵を把握する
俺立ち回りとかす、うわぁ、もしかしてこっちに敵いる、こっちは危ないかな、どうしよう、待ってログで見てみようか。ニアちゃんから離れてしまうのに気をつける。その時ニアちゃんが何者かに狙撃されダメージを受けた。突っ込むのは危ないんだよな。迂回しよう。全員やられてしまっては味方を復活させることができない。ここは危険だ。迂回しよう。一旦引くんだよ。うまく敵を巻くことができたようだ。エリオキットよ、もうそんまま肉ね。メディック。少し離れた場所で敵チーム同士が打ち合っている。おお、いいじゃん。裏に回って攻撃する。俺だったら様子を見るかな。敵部隊が潰し合うまで様子を見た方がいいだろう。それから慎重に立ち回ったが、早々に倒され、なんだかパッとしない試合になってしまった。そのまま何戦か続け、今日の配信をこう、なんか、あれか。足を引っ張らないかドキドキしたが、田中さんがものすごく強かったので助かった。キャリーか。ありがとうございました。俺も送らないとな。おつにやでした。おつにや。俺のなんか戦い方も見直さなければならないな感じじゃん。ニアちゃんの配信が終わった。今まではただ見ているだけだったけど、ニアちゃんとの初めてのゲーム、すごく楽しかったな。視聴者数もいつもより増えていた気がする。それにチャンネル登録者数も少しだけ増えている。やった。よし、この調子で頑張ろう。そういえば先ほど同じチームで戦ったニアラーの田中さん、これフレンドになれば連絡を取ることができるかも。さっきお疲れ様でした。もしよかったらなんですが、ダメ元でメッセージを送る。お、こんばんは。申請ありがとうございます。フレンド申請してくれた。そのまま BPX を一緒にプレイ。おー、いいじゃん。田中さんは相変わらず無駄のない動きで敵を倒していく。初心者の自分は足を引っ張ってばかりだったが、なんとかついていき。多分2000ハンマーとか持ってるやつなんだろうな。慣れないゲームで苦戦しながら気がつくと深夜になっていた。一緒に戦った後、チャットを送る。ありがとうございました。楽しかったです。田中さん、やっぱりうまいですね。田中さんもうまいですよ。初心者にしてはですけど。俺もなんか、APEX の配信でなんか同じなんかのキャリーしてもらったんですけど、言われたな。パブジーやってたんで、まあ、レレレとかできるんですけど、みたいな感じで。立ち回りが、もう、最初の最初で、立ち回りがもうわからなすぎて、どうすんだこれ、みたいな感じだったんだけど。ほとんど更新してないんですけど、実況も上げてるんです、上げてるんで、よければ。チャンネルの URL を教えてもらった。怪しいね。なんか、ニアラが、ニアラの誰かが、一人が、あれなんだな。多分。そういうパターンだ。これあれだ、この会社の上司がみたいな感じかと思ったんだけど、主人公のね。多分関係ないんだろうな。試しに再生してみると、解説する声が聞こえてくる。田中さん、女性だったんだな。あれ？もしかしたらさ、これさ、あれ、アカウントがみんな4つくらいだけど、みんな同一人物でみたいな感じかな。わかんないけどね、俺、まだ、キプレイではないんで。田中さん VTuber とか始めたらきっと人気出ますね。しませんよ、そんなの。そうですか。田中さんが落ちる時間だと、そこで、当点打ってほしい。そこでチャットは終了になった。ニアちゃんの話はあまりできなかったな。また消える機会があるといいけど。あえて避けてんじゃないの、ニアちゃんの話は。